こんにちは、坂東と申します。はい、今日はですね、この僕がいつも動画を撮っているバンスタジオと称してはね、この部屋、こちらのですね、紹介のね、続きをやっていってみようと思います。まず何と言いましてもですね、新しい家具が、こちらにやってまいりました。新しいと言いましてもですね、アンティーク家具というかですね、古道具屋でもう10年か15年ぐらい前に買った家具なんですけども、こちら、このような家具を別の部屋で使ってたやつなんですけども導入いたしました。そしてですね、こちらにサイドテーブルをね、持ってきております。これもね、別の部屋で使っていたものの、配置替えなんですけどもね、これ最近重宝しております。これね、ダイニングキッチンのダイニングテーブルを改造したやつなんですけれども、結構ね、重宝してるんですよ。この画角ですね、この画角は先日フカヒレチャンネルさんとね、対談、トークをさせていただいた時にね、使った画角なんですけども、このちっちゃいこのテーブルを使ってですね、トークの真ん中に置いて、いろんな資料をね、前に置いたりとか、そういうようなね、ことをやるために使いました。あと、それから普段なんですけども、このようにノートパソコンを置いたりですとか、あと、それからこちらの方にね、ちょっと小さい椅子を設けてますけれども、こちらはですね、子供がね、ここにやってきて勉強の世話を見たりですとかね、そういうために使っております。それから、 あとはですね、やっぱり何と言いましてもこのね、家具なんですけれども、こちらね、10年か15年ぐらい前に買った古道具屋で買った家具なんですけどもね、僕ら家族の中ではね、満月と呼んでおります。その名の通り、上の方の棚のところに丸いね、ガラス戸があると。これがね、満月、半月、満月、満月、半月、まあどうでもいいや。そういうように見えるから、満月と称しております。これはですね、うろ覚えなんですけどもね、古道具屋の主人がね、この家具は満月やと。いうふうにおっしゃってたような気がするんですけど、ちょっとそれもね、うろ覚えです。古道具屋の話によると、大正時代に作られたものではないかというところですね。ちょっと細部にわたってね、紹介していってみようと思います。かなり大きな家具でして、いろんなものが収納できる家具です。これは、隣町の古道具屋さんで買ったんですけれども、当時、残念なことに、この下の引き戸のガラス戸が、欠損している状態でした。で、ここをどうするかが課題でして、で、自分なりにどうしてリペアしようかなと考えまして、竹細工でこのように仕上げてみました。これは自信作ですよ。この辺りオイルステインを塗っているんですけども、この辺は竹ですね。これは苦労しましたよ。こんな感じですね。で、この家具自体はおそらく大正時代に作られた家具です。これは古道具屋さんの話でそういう情報だったんですけど、これはね、まあ不確かな情報かなと。あと、この辺りにですね、シールが剥がしたようなね、跡があるんですけど、これはですね、おそらく昭和時代に、まあ、一般家庭のリビングに、リビングっていうか、あの茶の間にね、あったんでしょうね。で、そこで暮らせられていた、お子さんがね、シールを貼ったのかなと。綺麗に剥がして、綺麗にっていうか、まあなんとか剥がして、ある痕跡がね、見られますね。それ以外、傷んでいるところっていうのが、まあなくてですね、非常にがっしりとした、作りです。特にシンボル的な、このエンブレムであるとか、それから満月と、称して僕らが言うからにはですね、この上部のこの棚のね、ガラスですね、これちょっとインテリア的にですね、中から照明を当ててみようかなとかいうふうにも考えています。で、あと、これは、消毒済み生活安全塗料をしようとかね、こんな張り紙がしてありますね。だいぶ古いもんですね、これもね。はい、そしてですね、実はね、窓にね、若干干渉してるんですよ。ここ二重サッシなんですけども、この二重サッシと、それから、
カーテンレールに干渉しました。なのでこのカーテンレールをね、途中でね切りました。短くする加工を施してやらないとね、さすがにね部屋を占有するスペースがね広くなってしまいましたんで、そういう工夫をしております。で、若干どころじゃないな、40センチぐらいこの窓にかかるんですけれども、実はこの部屋窓が広くてですね、2箇所に窓があって、でなかなか家具を置くねスペースが確保できないんですよ。ちょっとした収納はこちらにあるんですけれども、こんな形ですね。そしてですね、生放送やトークを収録する、画角としましてね、だいたいこんな感じになるのかなと。こんな感じかな。今手前に GH4 のミラーレスが載ってますけれども、こんな画角になるかなというところです。まだまだね、収納はたっぷりありますんでね、これは収納していくのが楽しみですよね。ちなみに値段なんですけれども、これ完全に忘れまして、いくらだったかな、4万円ぐらいだったかな、いやいや8万円ぐらいだったかな、ちょっとねもう完全に忘れてます、すいません。はい、というわけでですね、これだけのね大容量の収納がね、そしてインテリア的なね要素を兼ね備えるという意味でもですね、これはね重要なバンスタジオのアイテムになったのではないかというふうに思います。今後の課題なんですけれども、このね、自作の改造テーブル、こちらがねちょっと浮いているんですよね。だからカラーリングをこうシックな色合いにね整えていったりであるとかいうようなね作業をねやっていってみようと思います。何しろこれ切ったままなんですよ、これね切ったままでは具合はですね。それから全体的なこの配置といいますかですね、配置はまあこんなもんなんですけれども、色合いといいますか、アンティーク風でね整えていけばいいんですけどもね、そんなねお金もないんで、何しろあり合わせのものでね、コーディネートをしております。ですけれどもテーマは何て言いますかですね、大正ロマン風と称してみようかななんてね、考えております。